はい、皆さんこんにちは、今回の動画は次の通りです。ゴム糊の塗り方、ハケの掃除、ゴム糊を入れる瓶について説明させていただきます。最後まで見てください。はい、ハケは、片面のみつけて作業します。このように、下へ下へとゴムを運ぶ感じですね。こんな感じです。もう一度行きましょうか。ほうきでゴミを吐くイメージですね。下へ下へ。作業台の端を使いますので、横でも下でも構いません。やりやすい方向で作業してください。でその時に作業台の側面にゴム糊がついていないかのチェックも行いましょう。片面のみゴム糊をつけますよ。ムラにならないように塗りましょうね。はい、ハケにゴム糊がついた状態で作業してしまうとどうなるでしょうか。このようにムラや当たりが出てしまいますね。裏地だと、濡れてないところがあっても問題ないですけども、このポツポツした、やつが、問題ですね。気をつけましょう。で私の動画で、ゴム糊をちゃんと塗っていないとどういうことになるのか、検証動画がありますので概要欄に貼っておきます。よかったら見てください。ハケの先にゴム糊がついていると目標ラインにハケを置いた時にはみ出てしまいますよね。これです。これですね。はみ出てしまいますね。これが場合によっては、表に見えてしまうので問題ですね。このはみ出てるやつもそうですね。これ3ミリ幅ですね。ハケはハケ先にゴム糊がないことを確認してから塗りましょう。で縦塗りは絶対ダメとは言いませんが、時と場合によります、このように当たりが出てしまうので注意しましょう。はい、ハケを寝かせて作業するとゴム糊がはけていない状態になっております。このようにベタベタ感があり当たりもできてしまいますね。ゴム糊を厚く塗るとその分商品に厚みができるので注意しましょう。はい、ハケの掃除なんですけども、ゴム糊とゴム糊はつきます。それを利用しましょう。布で取るのはもったいないですね。いくらあっても足りませんので、ゴム糊にはゴム糊で取るのが早くて綺麗に取れます。作業でゴム糊がはみ出た時はですね、ゴム糊で取れますので一度試してみてください。この小さいゴム糊のカスをね、置いておくと便利です。はい、ゴム糊を入れる瓶なんですけども、おすすめは蓋にゴムがついていて保存にこだわりの持っている佃煮の瓶です。
100円均一などの安価な瓶は、おすすめしません。1センチほどでね、開け閉めができて一見非常に楽なんですけどもね、密封がほぼほぼできていないのでね、ゴム糊の乾きがとても早いです。少し面倒くさくてもですね、蓋を一周ぐらい回すぐらいの、瓶がおすすめです。最後までありがとうございます。また見てください。